あ、エアリス。どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。タクスだ。ちょっとその前に、園長？あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえ、フォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りって、ハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。子供探しか。5人。あ、クラウドの剣にそっくり。どれどれ。だいたい入り組んだところにいるんじゃないの？手作りの剣、ダンボールかな。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？一人 OK。 困ってる人を助け回ってる、それは私です。いたかもしれない。あ、クラウド。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。同時に忘れすぎじゃない？あと3人。実はハウスの近くで、あ、いたもん。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。よし、あと2人。いた。おかげで気持ちがお若返るわ。みんな全く同じような件。うん、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。あ、内緒だぞ。話したら罰金だからな。うっ、勉強の時間。あと1人。なんかラインナップは変わったりした？嬉しい。なぜなら定員はあっちだからだ。変わってない。また寄ってくれ。おじいさんは背筋主義の申し子め。いやいや、子供たちに責任はない。ああ、まだまだ引退はできんぞ。そうだ、それで元気出せ。
そこのお兄さんは、あんたにはすごくムカついたけど、なんだか先生元気になってきたよな。おう。で、あと一人は、あ、いた。君かい。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。よし。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。危ないこと頼んでごめんね。優しい。でも秘密基地なんだから頼れる。オッケー。ビクス兄ちゃんってさっきも言ってたけど、あの3人組この辺にも何とか来てるのか、それとも同盟の別の人物のこの話か。こっちね。なんとなくもうね、メカとかの戦闘よりもそういうカエルとかの方がまだありがてえ。やるしかないか。消えろ。 OK。 あのなんかちょっと色がドス黒いやつ突破する。だ。みんなを守る。なんだそれ。仲間思いなやつなのか。サンダー効くかな。弱点ではないみたい。いてあ、やばい。それカエルになりそう。あ、寝るんだ。危ない。ちょそのアタック強い。フライ。キングをまずぶっ倒しちゃおう。痛い。それやめろ。みんなを守る強いぞ。レベルアップした。エアリスはケアールをクラウドに。いけそうかな。悪いな。キングを倒しちまおう。あ、それ寝ちゃう。頑張るね。大丈夫？祈り。任せるね。下がってる。ファイヤーとかも使ってみるか。弱点は何だろう。氷かな。耐性をつけてる。もう少しで、あー、
もう少しで。熱い。いやー、この攻撃うざい。おりゃバースト。すげえ。ミスミルイってなんだ。オッケー、よかった。よし戻ろう。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。え、はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと。いいですね。はい、わかりました。我慢王大事、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。ビックス先輩、へえ。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。あれ？釘バットもらっちゃったけど、敵を容赦なくかっ飛ばす。使いたくねえ。使ってみる？つうかこれマテリアつかねえじゃねえか。ちょっと試しに使ってみるか。はい、釘バ、うわー、それどうやって肩についてんの。ダサい。これでセフィロスぶっ倒したいな。秘密基地のあれってなんだ。まあちょっとモーグリメダルも溜まってるから行く予定だったけど、あ、こっちか。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再会できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。おお、またサブがありそう。それで？頑張れ。あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。へえ。あ、参加賞の時点で潜りメダル？あ、壊せばいいんだ。釘バットだが、ブレイバーのみ使える。じゃあ青い箱から壊した方がいいのでは？
いや、とりあえず順番にやってみよう。あ、スカッたかもしれん。く、釘バット頑張れ。釘バット、これ勝った、勝った。これよし、あ、ブレイブモードがカット増しになってる。いけ、あー、ちょっと時間が。かっ飛ばせ、かっ飛ばせ、かっ飛ばせ。よし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 、1万超えた。もう一丁。あ、待って、なんか時計のマークがついてるやつがある。もう一丁。悪いな。よし、かっ、どけ、狙う、かっ飛ばせ。こっちいかんと。これ壊せるか。叩き蹴る、ニュース勝ってる。隙をつく、かっ飛ばせ。もう一丁、いけ、もう一丁。あ、時間ない、タイマー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 。よし、あー、3万いけない。いけない。26,800。これもう一回ぐらいやったらいけそう。また来てね。おっしゃ、もう一回やらして。挑戦いつでも受け。3万が欲しい。よしよし、3万超えた。あとはもう何してもよし。あ、ここで最後なんだ。やればやるほどもう2メダルもらえたら買い占めれるな、メダルの賞金。集中していく。ほら、かっ飛ばせ。はい、かっ飛ばせ。もう一丁かっ飛ばせ。これ戦闘兵使ったらシュールだな。よいしょ。あとはちょっと、あ、そこにでかいのが残ってた。あ、もうちょいで4万いけたな。上達するには練習あるのみだよね。よし、あ、トロフィー、アクセサリー。へえ、 MP を消費するとリミットゲージが増える。なんかもっとたくさんアクセサリーつけれればな。三日月チャームの代わりにつけてみよう、エアリスで。釘バット、釘バットどうしよう、いつまでつけとこう。もうちょっと、もうちょっと使ってみるか。あ、これいろいろ技があるのかな。へえ、モードチェンジする。いらっしゃい、クポ。7か。これ全部欲しかったな。
あー、ティファーの方買ってあげよう。今ここにいないけど。モーグリメタルがたっぷり集まったクポ。みんなを幸せにする準備ができたクポ。モグの物語と同じなら、二人だけじゃない。大きくで。モーグリメタルの熱心なこれ、それを元手に子供たちは仕事、みんなが幸せ。しっかり。もちろん二人。俺たちが直接これ。それは計画は秘密。ありがとうクポ。僕これからも。あとは何でも屋を探してる男がいるって聞いたけど、こっちか、町内会のところ。あ、いた。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが、住民の口が硬いのなんの。おまけに私、記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。なるほど。神羅って書いてあるけど、スラムエンジェルの情報収集。ミレイユさん、久しぶりだね。エアリス、変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん、町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ、今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。はい。あら、やだ。なに？スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。ああ、予告状を出す、そして盗みに来る。終わったと思っていたのに。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。
けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手ごわいやつらしい。それでも行くとは見上げた汽車根性だ。いや、軽率に踏み込むのは汽車失格。裏付けを取って行動が汽車の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。ひょっとしてなんだ、レアアイテムがたくさん集約されていた入れないエリア、スラムエンジェルのお宝だったりする？あ、ちょっと場所が違うな。こっちなんだよね、入れてない場所。